早速よろしくお願いします。はい、お願いします。くせ毛ですね。はい、くせ毛です。年パーマです。ね、結構しっかりめの癖がある、ね。はい。どうします？しかも結構長いですね。あ、はい。こんな感じがいいとかあります？なんか、その結局今までそのくせ毛が強いので、うん、宿毛とかもかけても、ある程度重さがないと、なるほど。って言われてきて、なんでずっと基本的にロングで、前髪もずっと長めできてるんですよ。うん、ああ、なるほど。なんでその、実際自分にどういう髪型が合うのかももうずっとわからずに来てる感じなので、うん。どうしようかな。でも今、ストレートかかってるじゃないですか。はい、かかってて。はい。そうで、根元が結構しっかりと癖があるから、うん、はい、これを将来的にもうバーってウェーブのヘアにするっていうのはありかなと思うんだけど、今現状結構ストレートかかってて、はい、多分2年ぐらいかかっちゃうと思うんですよね。2年ぐらいかかる。そう、めっちゃショートにして2年頑張るか、はい、それかストレートかけてサラサラでいくか、うん、でもあれですね、お子さんいてあんまり美容院通えない。そうなんですよ、ね、そうだとするとショートも大変だと思うんですよ。あ、多分4週に1遍ぐらいカットしたくなっちゃうと思うんですよ。しかも癖毛のショートで、はい、すごいかっこいいんだけど、うん、でもうねりを生かして結構いけると思うんですよね、はい、バシッとショートいいと思うんだけど、はい、ストレートの方がいいかな、それ今は、はい、うん、その方が手をかけないでもいける、うん、いけやすいって、うん、ストレートにして、ただ今すごい毛先細くなってるん で、 そうなんです、しっかりと、うん、痛みもあるんで、はい、切って、で、カラーは下手ですね。カラーはそうですね、下手です、うん、下手なんで、はい、どんぐらい前に1週前ぐらい、1週間、2週間経ってない経ってないかなぐらいかなですかね。 OK です、はい、じゃあそこら辺もちょっと見ながら、はい、ね、しっかりストレートして、前ですよね、前も結構、うん、顔周りが一番強い、これ強いですね、うん、ちょっとしっかりめにやりましょうかね、はい、でレイヤー入れて、はい、ツヤツヤのロングにしましょう、はい、OK です。なんかこうなりたいとかあります？やっぱりずっとくせ毛なので、うん、サラサラストレートのロングはすごいもう小さい頃から、はい、はい、憧れてたんで、矯正もなかなかかかりづらいんじゃないですか。かかりづらいです。だから強くしちゃうと痛みを、はい、気にされて、うん、今までやっぱりちょっと弱めにしますねって言われてきて、もうちょっと弱めは効かないんですよね。サラサラになんないんですよね。オッケー、バシッと決めましょう。はい、はい、お願いします。はい、じゃあ後ろお願いします。はい、じゃあこちらのおじさん、今キーストレート毛がここまであるけど、でも癖あれ出てますね。ちょっとこういううねりがあるのと、でもここら辺はかかってたりとかで、根元は結構しっかりめの癖です。細い、髪の毛細いんだけども、髪の毛が細いからこそあんまり強い癖でアタックするとすぐ散りついてしまうと思う。だから弱くしたからここら辺がうねりが出て、なんとなくサラサラのストレートにはなってないっていう形なんで、このここまでしっかりと強い薬というかちゃんとした薬でアタックしつつ、じゃあ保護しながらという形でいこうかなと思います。ちゃんと癖ありますね。こいつは伸ばしがいがある。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあそういうことで今日はストレート宿毛矯正ですね。で、今カラーがされてる状態での宿毛矯正で、毛先ちょっと甘めの癖が残ってる、根元結構しっかりめの癖があるっていう、で細毛難毛さんの宿毛矯正をリスク少なくいく方法です。これ撮影日が3月20なんですけど、多分この動画が出る頃には発表されてるし、発売まだ行ってないかな、発表されてると思います。今日は根元アルカリの薬でいきます。ビアルカリ、ビアルカリの薬でいって、毛先は弱酸性ぐらいでいきたいんですけど、はい、渾身の結果を出します。はい、ネオメテオ、メテオストレートですね。はい、ネオメテオの 10.5 クリームですね。 10.5 クリームに、ごめんなさい、この時点ではまだパッケージが間に合いませんでした。還元剤です。インクラインってやつですね。これ本来であれば黒いボトルにしっかりとパッケージにされてるんですけど、はい、根元の薬はこの 10.5 のクリームに対してこのインクラインを 10%、 ただそれだけです。はい、で毛先の薬なんですけど、そちらもパッケージが間に合わなかったんですけど、ネオメテオのクリームって3種類あって、 10.5、 7、 4.5 って全部pH違いで、中身の薬剤はほぼ一緒です。なんでその pH4.5 のネオメテオに対してこのインクラインっていうのを 10% でいきます。だからビアルカリからしっかり酸性の宿毛矯正で、還元剤濃度は一緒っていう形で、すごいシンプルな、宿毛矯正なんだけど、すごい極上の仕上がりっていうのを作っていきたいかなと思うんで、いきましょう。はい、ということで塗っていくんですけど、かなりディバイディングラインとかがシビアになってくると思うんで、ちゃんとペーパー塗りでいきます。アルミノのペーパーテックですね。これかなり優秀なんで、しっかりと塗り分けたいときはよく使います。でさらに応力感はこう癖を伸ばした状態で量を受けるんで、かなり両方します。こんな感じで癖の強いところまで、でしっかりと塗布量はちゃんとしっかりめに、塗布量のムラが一番もったいないミスなんで、でここまでいって
たら、ここから先、先は酸性の還元剤に移ります。ただ、あんまりオーバーラップしない。オーバーラップしないけど、濡れてないところがないように。ここら辺ちょっと注意してください。で、こうして、もう毛先まで行っちゃいます。こんな感じ。で、ペーパーをかぶせる。で、毛先はもう一回ラストで塗るんですけど、根元はもうペーパーかぶせたら塗れないんで、しっかりと塗布量っていうのを気をつけてください。はい、じゃあ2周目いって。で、ここら辺から癖すごく強いのが分かりやすいかなと思うんで、こうして、で、根元の 10.5 に対してインクライン、 10.5 に対してインクラインを10杯入れることによって pH ちょっと微アルカリぐらいになります。さすがに 10.5 の薬剤のっけると、こういう放送系難毛さんはかなりビビりの原因になるんで、そこら辺はちょっとね、ちょっと pH を少し落としてあげる作用がインクラインにはあるんで、こんな感じで塗ります。はい、ここまでやったら毛先の薬を塗ります。はい、じゃあ行きましょう。子供の頃から強そうな癖ですね。そうですね、もっと子供の頃はひどかった気がします。初の宿毛矯正とかも感動したんだよ。感動しましたでしょ自分の髪が風になびいてる今日はさらにクオリティ高い風になびく感じしましょう。嬉しいです確かに難易度高いかも。普通に宿毛矯正って薬で言ったら、チリ付きのリスク結構ありそうですね。ビビリ毛になった経験もありそうですもん、この髪質だと。いや、もう、いや、ビビリ毛っていうのがどういうのか、まあ、要はダメージ痛んだって感じあります。ありますよ、ね、はい。もう大体いつももうかけると、うん、切れ毛枝毛がすごくなってそうなんですよね。このぐらいの癖を伸ばすってなると、はい、まあなんか最近流行りなのはアルカリ性酸性って、もう本当美容師さんペーハーペーハーうるさい、僕も含めてなんですけど、はい、基本的に薬ってアルカリ性なんですね。要はアルカリの薬で髪の毛を開く、アルカリはすごい髪の毛を膨らませる効果があるんで、はい、開いてそこにパーマイクを入れ込むってやつなんですけど、はい、細いから髪の毛が細いし柔らかい人ってもうそれってそんな必要ないんですよね、アルカリ。だからもし普通の薬を塗っちゃうと開きすぎちゃって中のものが全部、はい、出てっちゃう。あ、うん、まあ厳密には違うんですけど、うん、ちょっと分かりやすく説明する、はい、だからその状態になりやすいんで、今日はそのアルカリをかなり抑えめにしていきたいなと思ってます。すいません、なんか突然になっちゃいましたね、募集から決定まで。まさかやっていただけるとは思わなかったので本当に嬉しいです。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごい、もう引っ越してバタバタで、今日初めての撮影。そうなんですね。そう、モデルさんには言ったんですけど、初めての撮影で画角から光からもう結構分かんないなと思って、今日多分編集苦労すると思うんですよ。 あ光がみたいな、多分これも撮ってて暗いんじゃないかなとか、なんかいろいろあるんですよ。まあちょっとね、何本か撮ってるうちに少しずつ慣れるから。こんだけ窓の多いところで撮ったことないんで、前のサロンがすごいカーテン閉めてもう普通に暗い中で撮ってたんで、逃げ場がないですからね、このサロン。日差しからの。そうですね、日当たりがすごいいいですね。そう、午前中しか直射日光は刺さないんですけど、撮影に直射日光って結構 NG なんですよ。あ、そうなんですだから早くこの光が収まってくれる。収まってくれるといいんだけど、うちの上植木たちのためにはちょっと1時間ぐらい。出やすい植木たち。そうそう。お近くですか、今日？あ、東京です。あ、じゃあよかったよかった。はい。お子さんがいて大変だって言ってたから大丈夫かなと。ありがとうございます。はい、ちょうど学校行ってる間に。あ、大きいんだ。そうです、小学生なので。うん、あ、そうですよ。はい。今日は2時間半ぐらいあれば余裕で終わると思います。 ありがとうございます。結構昔は4時間とか5時間かかりますよね。そんなに短くできるんですね、うん、いや今はね、はい、そんな時間かかんないですよね。ああ、比較的もっと早い薬もあるんですよ、はい、アルテマっていう薬だともっと早いんですけど、今日はちょっと難易度が高そうなんで、はい、アルテマでバッと一発で決めることもできるんだけど、はい、じっくりタイプでいこうかなと思います。ありがとうございます。薬塗ってちょっと15分動きますね、はい、大体今まで会ったサロンの方、うん、美容師さんたちはみんな驚かれるので、それを見るとおーって言われて全然難しい髪質じゃないです。あ、本当ですか、はい、でもそのおーっていう気持ちはめっちゃわかる。あ、そうなんですね、はい、今薬剤が進化してるから昔っつっても多分本当10年前の僕だったらできないかもしれない。伸びないか、うん、めっちゃ痛ましちゃうか、二択だと思うんですよ。すごい、もう本当に進化しているんですね、うん、進化しまくってるんで、だからね、結構そんなに難しくないぞって思ったんですよ。あ、本当ですか。そうそう、しかもこの新薬剤もう出てるんですけど、はい、僕の YouTube の動画ではもういろいろやらせてもらってるんですけど、はい、そのまだ発表前で、はい、今日はパッケージまで発表した初めての撮影なんで。そうそうそう、まあ、言ってもパッケージも全部間に合ってないんですけどとりあえずじゃあお子さんに、はい、おーって
言わせましょう。それが大事。はい、ちょっと娘が美容に敏感な子なんですよね。あ、来た。美容に敏感。あるある。お嬢さん小学校なんですよ。3年生です。あ、興味が出始める。興味がする。はい。しかも今時の小学校3年生とかってやばいんじゃないですか。早いです ね、 ね、情報があるからね。そうなんですよ。結構あのお化粧もしてる子もいたりとか。へ、あのアイシャドウぐらいですけど、してる子もいたり、私も大きくなったらピアス開けるとかって言ったりとか。やめろお前、悪影響だぞ。すぐなんか僕もお客様で、はい、あのお子さんいらっしゃる子が、うん、あのうちの子も切ってよみたいな感じからスタートして、で結構何人かやってるんですよ、はい、大体みんな岩崎に悪影響を受けるんです。なんで悪影響って言うんですか。でも可愛いって思いますよね。そんなこう色にしたり髪型したり、はい、今もね根元ブリッジすればいいのに。可愛いです、なんかその感じが可愛いです。今ちゃんとあの俺体でカメラ隠してる。あ、悪影響だってお母様に言われます。そう、大体なんか岩崎を見てピアス開けたいとか言い出したとか。いや、その普通のピアスじゃないですよ、なんか結構なんか、あ、ボリーピアス、うん、そう、ゴリ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 。悪影響なんで、あの良い子の皆さん真似しないように。テロップが出てる。でもそういうのがね好きなんでしょうね。そうですね、うん、なんか結構あのダンス習ってる子とかは、はいはいはい、もう髪の毛小学生でも染めてる子も いたりするので。ダンスね、はいはい、早いですね、うん、ダンスってダンス習うっていう感覚は僕ないんですよ。あ、リズム感がないからじゃない。リズム感じゃない、ちゃちゃちゃ。ダンスを習うという文化がなかった。絶対そうですよ。え、いや、バレエはいたよ。ダンス習う、ダンススクールなんてなかった。絶対ありますよ。絶対ありますよ。絶対ありますよ。ないないない、俺の年代だと絶対ありますね。でも今増えましたよね、うん、昔より。 ありました、多分若いからあれだと思う。いや、あの30超えてるので。私、あ、でも授業であった、ギリギリあった。いや、なかったです、なかったです。いつから授業になったんですかね。どのぐらいの年だろう。今さ、実質になったのって最近じゃないですか。最近だと思いますね、こう 4,5 年とかじゃないですかね。でも僕もその時代だったらね、キレッキレのダンスを踊ってかもしれない。踊ってみた動画上げてみたら。踊ってみた動画は上げません。すごい笑われますよ、多分。ずっとさ、わら下手ですねって。TikTok に上げる。自分がないから。おい。今年ちょっと TikTok デビューしてるんですよ。あ、そうなんですか。そう。いや、でも、なんか、ちょっともう、YouTube で手一杯なんで、TikTok は外注させてもらって、はい、なんかいろいろ企画から何から全部やってくれる人が現れたんですよ。すごいですね。まあ、せっかくだから、あの、もう YouTube では完全に別キャラでやってます。ちょっとチェックしてみます。台本とか作ってもらうんですけど。あ、すごい本格的に。そうそう、これ大丈夫ですかって思いながら、不安になりながらやってます。TikTok はこういうのがいいんですよみたいな感じだったんで、はい、なんであの YouTube をご覧の皆さん、 TikTok の僕は別人です。別人です。別人だと思ってください。何系なんですか、 TikTok は。え、なんかすご、はい、すごいちゃんとした人で、はい、だいたい20本とか撮るんですよ、1日。え、20本はで、何本はあのちゃんとした動画、何本はエンタメ、はい、何本はお役立ち動画とか、なのでなんかやりましょうって。僕も YouTube はもう全部自分で編集して、あ、テロップは最近外注入れてますけど、はい、自分でそのカット割りとかやってて、やってるんで、なんかそこもそういう感じのザ外注っていうか、外にヘルプ、うん、助けを求めたというかね、はい、あの手伝ってもらってるってあんまないから、うん、なんか新鮮で。ちょっとチェックしてみてください。目標は岩崎のフォロワー抜くことなんです。全然やってないですね。でも2000人ぐらいいるでしょ。2000人ぐらい。1600ぐらい。すごいですよね。動かしてないです、もう。僕たまにしか。見てろ、音速で抜く。踊らなくても抜けるってことを。別にどうぞ。抜いてください。競ってねって。はい、こんな感じですね。ペーパーでしっかりと押さえつつで、毛先の方っていうのが、ちゃんと酸性の方の薬でいってますね。そんな感じで。なんで、15分置いて流しです。で、流しの際に、しっかり水洗。もうこれ、中間水洗もう鉄板でしっかり水洗ですね。で、水洗したら、インフォーム混ぜのシャンプーをして、で、そのままヘマチン、ヘマヘマを受けて、チェンジリンス、しっかりとドロップ、チェンジリンスで上げてきてもらいましょう。お願いします。はい、お疲れ様です。15分です。はい、じゃあこんな感じでちょっと一回取っちゃいましょう。ここで、流す。もう流すんですけど、15分なんで、流す前に、インフォームですね。浸透促進と結合強化剤をもうガーッとつけて、もう泡だらけにして、で、馴染ませるようにコーミングですね。
結合強化っていうのが結構良くて、やっぱり髪の毛がしっかりするし、日本もあのシャンプーに混ぜて使ってる方も多いかなと思うんですけども、本当にあのしっかりとした髪質っていうのを作ってくれるんでおすすめです。でサロンでやるときはこんぐらいもう本当ばっちり泡だらけにしてあげて、水分を足してあげるのも大事ですね。どうしても水分っていうのが、まあ、時間放置ごとに、まあ、ペーパー貼ってるんであれですけど、すごいちょっとずつ髪に吸収されたり空気中に出ちゃったりするんで、一回ここで水分を補給してあげるっていうのが、まあ、還元剤の働きを良くするっていう面でも大事ですね。よし、ちょっと丁寧にコーミングして、で先ほど言った中間処理の形で流してもらいましょう。お願いします。はい、流しは終わりました。しっかり流して、ドロップのチェンジリンスまで終わってます。ビアルカリなんで、この時点で結構癖伸びてます。しっかりと伸びてる状態ですね。で、このまま中間処理しながらカットしていきます。中間処理いつも言うんですけど、めちゃめちゃ大事だっていうのは、前処理と違って流れていかない。しっかりとドライして、で、ちゃんと乾かして、さらにアイロンする、抜水縮合まですることによって、髪の毛をしっかりとどまってくれるっていうんで、かなり中間処理を大事にしていきたいかなと思います。はい、じゃあ2種類つけていきます。で、中身が、まず、これも動画は初公開ですね。施術動画初公開、メテオのコネクタ、はい、ケラフェクトコネクターからさらに進化させて、柔らかさツヤ感っていうのを特にメテオに合うように調合したのがこのメテオのコネクタ。あとはもう万能、いつでもアクアですね。はい、アクアつけとけばもう基本的にはもうケラチン以外の処理剤が全て入ってるトリートメントになってます。この2つつけてカットいきましょう。で最後ノットのミストですね。レブリン酸補給することによって髪の中の水分が増えるのと、ツヤ感っていうのもしっかりと出てきます。さあこうやってしっかりと中間処理剤をなじませてこのままカットいきます。見ていただくとわかるんですけど、この時点で癖がそんなにもう出てないですね。若干揺れてるかなぐらい、まあこれぐらいまでしっかりと還元できてれば、まあ結果は安心かなと思います。ネオメテオに関してはもう中性から B アルカリラインっていうのは本当にあの簡単に伸びてダメージ少なく仕上がりやすい。もちろんね、あの使う人のスキルはもちろん大事ではあるんですけども、簡単に綺麗な宿毛矯正ができるっていうのを目指して作られた薬剤ですね。行きましょう。こうして、はい、ちょっとグッと下見てください。そしたらまず今日はレイヤースタイル切っていきたいんですけども、あの基本的には宿毛矯正のレイヤースタイルなんで、顔周りと表面にレイヤーが入ればいいかなと思うんで、この下の方はワンレンズでいきます。で先細くなってる部分、ここら辺ですね、もうかなり細くなってこう張り付いちゃうぐらいなんで、ここら辺まで厚み出したいんで切っていきたいかなと思います。行きましょう。でもうブラントですね、厚みを出すときはブラントカット、まずは大まかにアウトラインを決めてしまいます。3段でいきましょう。今日はこうして、で毛先も還元剤がついてて、毛先に関しては酸性なんで少し硬くなってると思います。少し若干の修練を起こして硬くなってるんで、逆に言うと毛触りっていうのが最初きしむんですけども、乾かした段階ですごいサラサラな仕上がりになるかなと思います。A ハート還元剤で髪質っていうのをどんどん変えていくっていうのが、まあ、今後髪質改善とか宿毛矯正の主流になるかなと思ってるんで、これちょっとずつ覚えてってくれるといいかなと思います。はい、こんな感じですね。まずは厚み出ましたね。はい、じゃあそしたらこれをセンターで割って前にします。真正面向いてください。失礼します。そしたら綺麗にコーミング、もうコーミング命です。ワンレングスはしっかりと、このどうしてもここばっかりコーミングしがちなんですけど、根元がコーミングできないと意味ないんで、根元からコーミングをします。しっかりとこう落として、緩やかな前上がり、あんまり前上がり強いとレイヤーが強くなりすぎちゃって、宿毛矯正との相性はそこまで良くなくなってきちゃうんで、特に細毛の人はですね、結構毛量が多すぎる人はがっつり前上がりにしてもいいんですけど、基本的にはこの緩やか前上がりぐらいにしといてあげると後で調整も効きやすいです。もっと動きつけたいなと思ったらドライでもうカットしちゃってもいいと思うんで、ドライでね顔周りのレイヤーをねしっかり足してあげてもいいと思うんで、まずはこれぐらいでいきたいかなと思います。で、こうやってカットしてるうちに、先ほど入れた中間処理剤、メテオのコネクター、アクア、ノットミストっていうのが、しっかりと浸透して、吸着していきます。だいたい5分ぐらいあれば、もう完璧だと思うんで、これぐらいの間にカットを進めちゃいましょう。で、結べる長さ、もしもね、お子さんもいるということで、楽な髪型がいいと思うんで、結べる長さで、さらに顔周りに動きがあって、なんかちょっと毎日、少しずつ変化がある。今日の仕上がり良かったなとか、そういうテンションの違いっていうのが繰り出せるんで、おすすめです。
はい、切ったら今度はレイヤーですね。まず前髪の具合見ちゃいましょうね。失礼します。はい、こんな感じでしっかりと癖も伸びてると思います。前髪はちょっと長すぎるかなと思うんで顎ラインで切っちゃいます。ただ宿毛矯正前なんで後で切り直す手で顎よりちょい下で切ります。はい、切りました。切ったらの前髪は独立でいいです。この顔周りを0度で前に引き出して、でここの角を取るぐらいのレイヤーにしましょう。今日は、角を取るって言ってもちゃんとしっかりとレイヤーが入るように深めに取ります。で前に持ってくる、後ろの髪まで全部前に持ってきて、で取る。そしたらここに ここですね、この角が一番邪魔をするんで、ここは真逆に、はい、逆サイドまで持ってって出てくるこの角を取る。そうすると顔周り少し軽さが出るんでおすすめですね。はい、前にレイヤーを入れます。まずレイヤーを入れて、ここ、はい、左右揃えます。揃えたら、後ろから持ってきて、切ります。はい、ここから、さっき言った通りですね。全部きれいにコーミングして、逆まで持ってくる。で、この角ですね。この一手間が、やっぱカットが、なんか、うまくまとまるとか、そういうのに繋がってくるんで、ちょっとやってみてください。トップの角削ったら、ドライして、アイロンの作業ですね。トップ、モヒカンラインをこう取って、まあ、上に引き上げたとこにできる角だけを、これです。これだけを落とす。はい。そしたら、はい。ベースカットが終わったんで、この後オイルつけて乾かします。リンクのオイルですね。しっかりと。普段のスタイリングの時のオイルよりも、量は多めにつけちゃっていいです。で、前髪、顔周りもしっかりつけます。で、手に余った状態で、先、ちょっとダメージ溜まってるんで、PPT02 を少し。この毛先5センチぐらいのところにつけてあげる。はい。そしたら、乾かしていきます。はい、こんな感じですね。もう手触りはめっちゃ柔らかいんだけど、ドライすると癖が出てくるんで、これをゆっくりアイロンで伸ばします。いきますね。ツインブラシでしっかりと。で、熱を置いてくる。ぎゅっと。ゆっくり。がっつりアルカリが入ってるわけじゃなくて、しかもアルカリも正直、あれなんですよ。アルギニンベースなんで、かなりの優しいアルカリになってるんで、熱置きはしっかり。それはね、しっかりとね、熱を置いてください。こんな感じで、しっかりと根元からツインブラシかましたら、ゆっくり。で、中間絶対抜けないように、こうです。毛先はゆっくりするですね。するしすぎない。そうすると、このツヤ感っていうのががっつり出てきます。じゃあ、全体行きましょう。がっつり伸ばしたいですね。はい、触ってみます？でも、この根元の方で。なんかいい感じじゃないですか。すごい。そう。これをアイロン割って固定剤つけてこれになってれば最強って感じです。はいはい、多分今までの宿毛矯正ってこの時点でも多分ゴワゴワしてたと思うんですよ。はい、そう、これをまあ多分触らせてくれなかったと思うんですけど、これはね、トリートメントなんで、まあトリートメントなんでって言うと良くない。トリートメントにパーマ液を混ぜたみたいなイメージだから、そう、まあこれ美容師さん向けなんであれですけど、お客さんに説明するときはそういうイメージでいいかなと思いますね。実際問題はやっぱね、まあ科学の世界なんでいろいろ変わってくるんですけど、もうここのお店のお引っ越しと、はい、そのネオメテオの開発と、はい、メテオコネクタとか、なんかあとセミナーがガンガンあったりとかで、ここ1、2ヶ月、1、2ヶ月じゃない、2、3ヶ月か、結構えぐいスケジュールが。そうですね。大変おねむですね。おねむ。もっとオンラインショップもなんか結構、結構ありがたいことにすごいご注文いただいてて、でも全然それはいつも通り、うち今もうアルバイトさん3名体制。はまあ、毎日はいないんですけど、うん、だいたい1日1名はいるような体制で、うん、まあ、と発送させてもらってるんですけど、うん、はい、そのアルバイトさんがまさかのお引っ越しで、はい、マンションを買ったらしいんですけど、それで1週間くらいお休みいただきたいと。岩崎、アウトみたいな。で、まあ、ちょっとだけ、一応ご営業日いただいてるんで、発送に。うんうんうん、まあ、まあ大丈夫だ。全然範囲内なんですね。問題はないんですけど。で、戻ってくるってなった時に、小さいお子さんいるんですけど、はい、1歳 ?1 歳とかだ。1歳なってないのかな、うん、そうそう。のお子さんがいるんですけど、はい、がっつり熱を出したと。わー、岩崎アウトだ。頑張ります。体気をつけてください。昨日何時まで ?1 時半。1時半。大変。あ、事務所を出たのが1時半。寝たのが2時半ぐらいですね。
わ、稼働労働ですね。稼働労働ですね。これに関しては僕も昨日編集とかなんかそういう事務的な作業とかもあったから、はい、お店残って何時終わったの？ 8 時半ぐらいに終わったんだっけ。ちょい早ぐらい。昨日ですか？あれ9時ぐらいだっけ。昨日は9時半ですよ。だからかなんか時間の感覚そうだどうしたんですか。幻の一枠だったの。そう、がっつり宿毛ビビり直しの宿毛矯正をやったの。8時半そっか、狂ってるでもやんなきゃいけないことがめっちゃ溜まってるんだけど、うん、どうしてもサウナ行きたかったんですよ。はい、サウナなんか言ってましたね。行ったんですか？そう、行ったサウナに行きたくて行きたくて、もうだから俺にはサウナが必要だってなって、家の近くの銭湯がサウナ好きなんで、はい、行って、うん、で11時までに入ればいいんで、で10時40分までやって11時からサウナ行って、終わってからそのままもう一回仕事したんですけど、いやーサウナ人気すぎて今混んでるんですよ。その時間帯でもですか？そう、日曜日の11時ですよ。それで混んでるんですね。そう、めっちゃ混んでて、明日から仕事だから頑張ろうっていう、その前に整いたかったんですね。もうマジで混んでるなと思って、混んでるとサウナ、水風呂、外気浴、バキ浴っていうか、まあ、あの一休憩のルーティーンができないんですよ、うん、要はサウナがもう満室とかだと、その水風呂の時間が長くしないととか、あ、計算しなきゃいけないから自分の体でできないんで、うん、それじゃあれですね、整わないで終わっちゃう。もう悲しい。悲しい、整わない。本当ですよ。なんかね、中央区八丁堀付近になんかちょっとサウナ作ってくれる人いないかなってずっと思ってるんですけど見てる人が今作りますとか。そうそうそう、社長さん、どっかの社長さん社長今なんかでも会員制のサウナとか行かないですよね。行ったことないんですよ。行ったことない。はい、あ、本当にその温泉に旅行で行った時についてるような、うん、な、はいはいはい、サウナに入ったぐらいしかないです。あ、じゃあもうあれですね、整ってないですね。整ってないですね岩崎タイプですね。私は入りません。まだちょっとわからないです、その感覚が。すごい、でも流行ってるのはなんとなく体感してますよね。そうですね、うん、すごいテレビとかでもよくやってますし。だからか、僕がいつも行く銭湯のサウナはもうパンパンです、はい、いつも。へー、まだ良さがわからない。良さが。お邪魔なんだ。いやー、なかなかね、ちょっと、今でも高級サウナが流行ってるんですよ。なんか月会費で月額1万円ぐらい払うと、はい、要はなんか月何回かそのサウナ施設を利用できる個室なんですよ。全部1人でも入れる。まあ同性だけどね、異性で入れるやつもあった気がするな。でもカップルとか、カップル、そう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 、基本的には同性2人までとか。でもなんかパーティールームとかあるんですよ。サウナでパーティーする？6人とかで入れる。サウナでパーティーするんですか？そうそうそう、要はだからその、あ、みんなで入って、そうそう。へえ。でもいや、僕もだテントサウナ持ってて、テントサウナ、そう、テントの中で、はい、あの薪を焚いて。するんですか？聞かない方がいいですなんでね、なんでね、すごい力説した。それはだいたい4人で行くんです、それまで。そうそう、だいたい5人ぐらい入れるのかな。で行くんで、めっちゃ楽しいんですよ。あのキャンプみたいな感じですか？あ、そう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 。でなんか外でバーベキューの用意もしながら、はい、テントサウナで、はい、暑くなったら川に飛び込んで、もう自然にちょっと、自然に帰る、帰る、もうすごいですよ。それの感覚なのかなと思って、 4,5 人でそのパーティールーム、あー、そういうことか、うん、なんかちょっとご飯とか食べれるのかな、中でですか？食べれそう、なんかそういう部屋に、コンビニ弁当持ってったら解凍されるとかないですか？自然に温まるなんかチーンみたいな確かに90度以上の室温にはなってるなんかやってくんないかな、実験みたいな。なんか悪くなりそうじゃない痛みそうじゃない、ね、ほっかほかのなんか砂糖のご飯が食べれますみたいな。いや、でもなんかすごい、ちょっとサウナで温まったやつは嫌かも。本当ですか？嫌だと思ったんですけど、なんか悪くなってそうだもんな。残念ですね。ベストアンサーだと思って。ちょっとサウナは分かっちゃいないですね。難しいですね。まだちょっと。ギリ岩盤浴。あ、岩盤浴。岩盤浴ね。ギリ、あれが私ギリです。岩盤浴寝ちゃうよね。寝てます。寝ちゃいますね。ちょっと女性は岩盤浴とかやっぱ人気なんですかね。あ、ないですか。うん。そうなんだろう。多いですかね。サウナ女子。私の周り多いです。サウナ女子多い。サウナ女子多い。へー。ママ友ではいない。ママ友で聞かないですね。いや、ウォーキングしてるママとか。あ、確かに。あと運動とかの方が
そうですね、多いかもしれないです、うん、バドミントンしに行ったとか。サウナってなんだかんだ言って結構あのメイク問題とか、あ、確かに、うん、そうですね、あ、汗かくから、そう、なんかいろいろあるから。でもどうしてんだろう、あのサウナめっちゃ検索とかするから、僕インスタグラムサウナ女子いっぱい出てくるんですよ、はい、サウナ美女が出てこないよね、やっぱ。私出てこない、何出てきますインスタって。ちなみに私なんかインスタで漫画描いてる人っているじゃないですか、はい、あれとか。お前インスタの漫画よく読んでるもんね、はい、面白くて。あれとか、あのダイエットとか確かにヨガとか、そう、筋トレ系は出てきますよ。筋トレ系とかご飯とか出てきますよ、うんうんうん、あと K-POP アイドルがいっぱい出てきます。いや、あれってすごいですよね、よくちゃんとその人の子に。僕はサウナ美女と、あとあの車、車のカスタムと、はい、あとあのキャンプと、はい、そんなもんかな。そんな男子は出てこないんですか。え、あんな男子って出てこない、映えないでしょ、だって。あ、失礼。え、待って、すごいイケメンがムキムキマッチョでサウナしてたら女子は湧きますよ。あ、そうか、長さ男だからサウナメンズは出てこないそういう感覚ですね。あ、美女を見る感覚で、我々がイケメンを見る感覚で一緒ない。納得しました。いや、だからできる限り僕あのああいう SNS ってこういうなんか美女がちょっと際どい格好とかしてるとちょっと止まっちゃうじゃないですか、人間の本能として。だから、いや、止まんないようにしてるんですよ。あれ止まると、はい、あればっかになってくるんですよ、おすすめが。止まっちゃダメなんだよね、わかる。そういうあの興味あるんだなって思われちゃう。そうそう、あのインスタ側に分かられるとなんか、はい、むっつりを貫いてる出ないとマジで本当おすすめが美女ばっかりになる。いいじゃないですか。いや、しかも、いや、まあ、これ言ったら怒られるかもしれないけど、加工美女ですよ。ああ、しょうがない、インスタなんて加工だらけですから、ね、加工美女だらけになるから。うん、可愛いから。まあね、可愛いよねサウナ女子でも多いですよね。だって絶対サウナ本当にしたみたいな、なんか際どいあの水着着て、なんかもう爽やかな、絶対汗もかいてないでしょまだと思って。いや、だって汗かくぐらいだとカメラ入れなくなっちゃう。そうそう、頭もまだ濡れて、なんかギリギリ濡れてないでしょみたいな。そんなとこまで見てるそんなパトロールで。だからおすすめは美女ばっかりなんだそういうところチェックしてる、そいつは本当に入っている。いや、一応自分も SNS っていうか YouTube とかやってる身としては、はい、なんかどういう、あの、おお、動揺したサウナ美女に、サウナ美女に動揺したこれ相当恥ずかしいのが発信されちゃうじゃん、長さがとりあえずむっつりってことが。いや、俺編集しててやばそうだったらカットするね、SNS をやる身としてはどういうのがヒットするかとか、やっぱちょっと傾向とか考えるじゃないですか。だからそれでいろいろ考えてると、なんかあの止まってはならないと思ってスクロールを早くしないと、押してはならないっつって大変ですねそう、支配されてる SNS ちょっと前髪の細かいとこだけちょっと小さいの、はい、見えるかな。私、いや大丈夫、アドストのミニです。これ細かいとこめっちゃ使いやすいです。アドストのミニも使いやすいんですよ。一貫線このアイロン本当売ってないんです。市販では売ってない。あ、もう美容師が買えないんですよ。そう、ラディアントも 35mm ってこの太いやつは全然売ってなくて、 28mm はでもやっぱ売ってないですね。でも本当ストレートアイロンはラディアントめっちゃいいです。ラディアント初めて聞きました、はい、28mm は現在だとうちのオンラインショップ在庫あります、うん、月本当入ってくる数が本当限定されててすぐ在庫切れになっちゃう。で、宿毛矯正とかこのアドストっていうやつがすごくいいんですけど、もうなんか全然入ってこないですね。こんなに日本って物資がないのって思うぐらい入ってこないです。半導体がとかなんか言ってたけど、え、もはやこれ3年ぐらい入ってこないんだ。3年半導体が入ってこないんですよ。そういうこと純粋に受け止める。純粋に。え、なんかメルカリとかで超高く売ってるんですよね。あ、迷いましたもん、これどうにかして1個手に入ったわけ。アドストのミニ売っちゃおうかな。なんでそのことまあ確かに高く売れますからねいや、ほんと3倍ぐらいの値段で売れる。ある日なくなってたら私が売ったと。でもあんまこんな話してディーラーさんとかメーカーさん見てるから売りませんよ。冗談ですよ、冗談です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 。メルカリのやり方すら分かりませんから細かいところです。ここ意外にね、癖あると嫌ですもん、はい、じゃあ2液作っていきます。はい、アイロン終了です。もう柔らかい感じ、これがしっかりと固まってくれるといいかなと思います。はい、2液スポイト塗りですね。あのささっとできるんでスポイトがおすすめです。アルテマセカンドローションのオキシいきます。オキシ 1.5% でいきます。はい、メテオ、ちょっとネオメテオが出たんで、メテオだらけになるんで、これメテオ GL っていう形で正式名称なんですよ。メテオ GL って、ここ映る
映りました。はい、そうなんです。正式名称、メテオトリートメント GL なんで、グリオキシン3レベル2さんの頭文字を取ったんですけど、メテオ GL 20% 混ぜてます。もう簡単です。さーっと、リキッドなんで、バーっとつけて、で、コーミングですね。こんな感じでいきます。はい、そんな感じで酸化が終わったんで、酸化不足っていうのはやっぱ強制のダメージで一番もったいないんで、しっかり乳液は塗布量多く、時間長め。ってことなんで、今つけて5分経ったんで、このままシャンプー台に移動してもう一回、乳液塗布してもらって、で、さらに5分ですね。いきましょう。そしたら、軽くシャンプーしながら、ヘマヘマ、マチンのチェンジリンス。この後、泡立てぐらいでシャンプーしたら、メテオコネクタの原液を塗布して、その上からシステムトリートメントですね。はい、お願いします。はい、ということで、流しが終わりました。こんな感じですね。はい、じゃあ、ミストつけて、オイルつけて乾かしましょう。はい。ちょっとのミストレブリンさんに、はい、リンクのオイルですね。乾かします。はい。お疲れ様でした。別人になりました。はい、すごい綺麗。すごい。いや、完璧ですよ。ありがとうございます、うん。ブローだけです。アイロンかけてないんだけど、こう見えるかな、ツヤ感。よいしょ。何それ。こうモデルさんに見えるようにやるとこうかな。あ、はい。よく見るやつだ。最近多いですよね。これあのネオメテオの効果でメテオストレートですね。すごい、はい、触ってみましょうか。はい、手先まですごい、すごいしっとりしてるししましたね。サラサラ。結構今までいない感覚じゃないですか。ないですね。そうそう、ツヤもあるし、オッケー。あ、ごめんなさい。すいません。じゃあカットの続きいきます。はい、もうここまでくれば簡単ですね。まあこんな感じでブラントをチョップで取ってきます。あとはでも縮毛矯正で細毛の人は基本的にはそんなについたりもしないんでなじませる感じですね。で入れたレイヤーをゴールデンポイントからバイアススライスで取ってそのままここのブラントを取る。そうするとここの顔周りに柔らかい毛っていうのが落ちてきます。で耳にかけてロングは必ず耳にかけた状態で出てきたところをここをきれいにしてあげる。ベーシックなカットこそ基本こういう細かいこだわりをやってあげるといいですね。でもってこういうレイヤーも入ったんですけど前髪周辺はね乾いた状態でお顔の形を見ながらチェックします。まずはこのブラント取っちゃいましょう。そうですね、耳にかけて出てきたところのここら辺をきれいに。トップのレイヤーを少し整えていきます。ベッドの時は結構ざっくりだったんでこうやってやると少し出てきたりとか。出てこないですね。ベッド完璧でした。自画自賛。一応ね、そうそうそう、一応何年もやってるんで大丈夫だと思う。でさっき前髪は前に下ろしてるんで角絶対出てくるんでこんな感じで真逆に取ってあげたら流れしたいんで真逆に取ってここにスライド。そうすると綺麗に流れ始めます。こっちも真逆、真逆でこの角取り。そしたら襟足のこういうところがちょっと重たいかなって思うんでもうポイントですね。ポイントで取ってスライドカット。基本取りすぎちゃダメです。結構いいですね。バッチリだと思いますよ。ここまであんま伸びたことあってもここまで伸びるとめっちゃパサつきません？基本は。そう、そうなんです。全然伸ばしつつもしっかりと潤いっていうのを逃がさないっていうのが目標ですね。よし、いいんじゃないでしょうか。っていうことで、メテオが入ってるんで犬の結合を作りたいんですけどあんまりペタンとさせても嫌なんでワンカール巻いちゃいます。よし、ちょっと毛飛ばして。ちなみになびきます。こうですね。なびいてます。嬉しいです。はい、パラパラパラっていう感じがいいですよね。で指で整えると全部収まる。すごい、よかった。パッケージを出してまでの新あのネオメテオさっき言ったやつの初回なんで、はい、今まではなんか開発中のあれだったんですけどもう完成品のやつなんでちょっとね緊張はしたんですけど大丈夫ですね。超簡単なんでこれ仕事がすごい簡単。なんか開発って言ってもなんかすごいどうこうしたいとかじゃなくてサロンワークであったらいいなっていうのを作ってるだけなんでなんかすごい綺麗にワンカールス縮毛矯正で悩む人がね減ればいいなと思うんで。よいしょ、こうやって
て、ワンカール。もう全部ワンカールでいいです。巻かなくてもいいです、レイヤー入ってるんで。巻かなくてもいいけど、巻いたりすると、さらに動き、ちょっと遊びが出てくるんで、それをちょっとね、やってあげるといいです。ワンカール。こうやって適当に取って、で、毛先からいかない。中間から。中間から来て、ふるっと巻いて、すぐ離す。中間の方が熱の伝わりが遅いんで、中間をまずこうしてあげて、毛先入ったら、くるり。これを全体でいきます。そうすると全体にこう。大きいカールが出てくるんで、前髪とかもちょっと後ろに、前髪はこう少し後ろで止めない、滑らせるだけです。すごい、これお嬢さん OK ですね、バッチリ。あんまりでも巻いたりする時間もないですよね。そうですね、うん、今日だけです。いいのいいの、それでは今日テンションが上がればいい。大丈夫です、明日から乾かしたら、さっきこの巻く前の状態にまではもう余裕で持っていけるんで、そうですね。で、トップのレイヤーの部分も中間からくるり。一応やり方だけ覚えておいてください。何があるか分かんないんで、何があるか分かんない。どうしてもおしゃれしたいって時にやっぱできた方がいいから。金曜日息子が卒業式なんです、うん、小学校の。あ、息子さんのが上なんです。あ、そうなんです。そう、なるほどなるほど、はい、じゃあ来ましたね、うん、結構癖出てたから超ナイスタイミングじゃないですか。ありがたい。この撮影綺麗にしていただけて嬉しいです。だからカラーは先にしといてって感じ。あ、そうなんですよ、うん、で今このアイロンはトリートメント、メテオ GL ですね。あのメテオの方のトリートメントを固めるイメージでやってるだけなんで、普段は全然やんなくていいです。あとはね、一番いいのは今週の土曜日って言いましたっけ、金曜日4日後、うん、4日後ぐらいは根元がほんのちょっとふわっとすると思うんです。どうしても今日かけたてだから、どうしてもちょっとだけペタッとしちゃうんですけど、うん、これが1週間とかするとかなり良くなってきて、はい、で2ヶ月半ぐらいしたら前髪のストレートとかはやってもいいと思います。うん、前髪だけはねどうしても目立ってきちゃうと思う。後ろはねもうかなり持ちはいいと思うんで、バッチリですね。そんなにアイロンも当てすぎない方がいいかな。でちょっと全体に動き出したいんで、軽いスプレー、 MM スプレーですね。ペタッとさせすぎない。で毛先にはちょっと潤いのアローディアのデンスオイル、よいしょ。分け目もどっちでもいけます。こういう感じとかでもかっこいいですし、前髪立ち上がっちゃう感じ、立ち上がってレイヤー入ってるから、はい、なんかこういう感じも僕は好きです。だいたい今までかけたらもうかけた側しかみたいなこと言われてきましたけど、あー、しかもいけますね。いや、はい、もうねどっちでもいけるんですよ。こういう感じのちょっと激しめにして、はい、僕の中のイメージも長谷川純なんですけど、これ、あー、なるほど。わかります。とりあえずこういう、はい、そう、どっちもいけるような感じにしてあるから、すごい。カットはね、本当にどっちもいけるから、はい、なんか普通におとなしくというか、自然体でいくんだったら、ここがいいかなと思うんですけど、うん、どっちでもかっこよくいくんだったら、逆サイドとか、うん、いろいろできるかなと思います。はい、いかがでしょう。すごい。やらせみたい、やらせみたい。いやでも僕の動画みんな結構やらせっぽくなるから。すごい綺麗。こういう形で、はい、あ、横から見た時とか、このレイヤーの動き、すごい、はい、これ結構初じゃないですか。初ですね。ですよね。もういや、すごい、ありがとうございます。お疲れ様でした。嬉しいです、はい、基本ワンレングスです。ワンレングスベースでちょっと前上がりになりつつ、でこの顔周りに入ったレイヤーっていうのがちょうどポイントかなと。あ、これをするにはまず根元の癖、あのビフォアの状態、あの戻って見てもらうと、あの結構しっかりとした癖だったんですけど、それをしっかりと伸ばすこと。だからここは B アルカリですね。 B アルカリゾーンで、しっかり伸ばしました。艶感も立てつつ、で毛先のまあキーストレート部っていうのをどうしても浅ついてたりしがちだし、乾燥しがちだったのを酸性の宿毛矯正でリバイディング気をつけてください。リバイディングのラインであんまりに攻めすぎちゃうと、根元の薬剤のペーハーが下がってしまうとどうしても減力してしまうんで、そこら辺だけ気をつけて、で実際ビアルカリが毛先の方行ってもぶっちゃけよっぽどのエイジング毛とかじゃなければチリついたりとかにはなりづらいんで、ちょっと根元を伸ばすようなイメージで毛先は酸性っていう形で、こういう使い方もできるんじゃないでしょうか。カットはすごい簡単なので前上がりに切ってレイヤー、トップカード取り。でもこれ一番あの癖に悩んでる人とかにとっては自分がやったことないようなレイヤーっていうのができるんで、ちょっとぜひおすすめです。お疲れ様でした。はい、以上です。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、失礼します。バッチリでしたね。嬉しい。はい、ストーンっていう髪にしかならないです。やっぱりなかなかならなかったので、よかったです。ありがとうございます。はい、どうも。じゃあ準備してください。は
ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。こっち暗いよ、漏れてないけど大丈夫。急げ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 。いやいや、もう漏れとかの話じゃないでしょ。とりあえずどうでした最初の。でも 10.5 のクリームいいよね。あ、そっちじゃない。あ、そっち。撮影の話でしょ。まあまあぼっちぼっち慣れるでしょって感じじゃない。徐々に慣れましょう。はい、ということで今日はあれ何、根元のミシェンの伸びましたよっていう報告。絶対金髪ウルフがいいって。もうしない、かわいそう。髪の毛がかわいそう。ちかわいそうなのは黒くしたからだよ。で、またあなた懲りずに黒くしようとしてんじゃん。はい、もうだってブリッジしないもん、大人女子。バイバイ。お疲れさまでした。